どうもシャペンです。今回は明日のモンストニュース予想5月9日編ということで、東京グールコラボの後半戦の情報が主に発表されるんではないかなと思われます。この動画では去年のまこれのモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただ今度は話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという願望が詰まった動画でありますので、その辺ご理解していただけると幸いです。で、今回参考にしていくニュースは2023年5月11日のものを振り返りながら何が発表されるか予想していきましょう。ご覧ください。ということで、まず今週の注意点としては東京グールコラボについてで、開催期間としては来週金曜ですね、17日の11時59分までとなっております。まあまだ1週間以上残っておりますので、モンストの日もありますし、もうゆっくりやっていってもいいんじゃないかなと思いますね。で、やるべきこととしては、この1日1回接客をすることで報酬獲得できるアンテイクですね、まあ、ミッションクリアするとコーヒーもらえて、そのコーヒーで接客できるっていう。ミッションはいつでもやっていいんですけども、接客は1日1回ですからね。まあこのやり出せるには注意と。で、僕今この状態でありまして、この吉村だけやって、他のその金木と東川はやってないんですけども、その理由として、まあ、この状態でまた吉村を選択すると、まあいつもなんかこういうコラボって500の印象があったんですけども、5000ですから、ね、まあ、ちょっとこれ欲しいなと思ってずっとここ選んでますね。ちょっと限定グッズもだけ欲しいんですけども、他のアイテムよりかはこのコンチ5000は欲しかったんで、明日のニュースでそのアイテム全獲得報酬とか発表されたらさすがにやりますけども、それが追加されなかったら僕ずっともう1日1回これコンチをもらっていこうかなと思ってますね。なので、コンチが欲しくて他のアイテムに特にメモしかなかったら、これをやるのも手ではないかなと思います。ということで、振り返り戻りまして、昨年発表されたのが進撃の巨人コラボ追加情報と。でもうかなりコラボ開催終了が迫っていたんですけども、ここでついに中尾の巨人の降臨が発表されまして、コラボ終了のギリギリに降臨する代わりに、この降臨時間がかなり長め設定されていて、もうしかもこれに関してはもう常時出現ですからね。まあでもこれはその地ならしの原作再現って可能性があるらしいんですけども、まあその降臨システムだったり、まあクリアすることでもらえる報酬がストライカーカードと限定勲章っていう、このゲームの進行には直接関係ないものだったりで、まあこのことから、まあもしかしたら鬼滅コラボの無残な目に難しいんではないかって予想もありましたね。まあ、ただ実際クエストの内容としては、反射と貫通の制限雑魚が両方とも登場して、まあ、これをその激種変化パネルと激種スピードパネルで処理をしつつ、でそれをした後のボス削りは、触れた味方の数に応じて攻撃力アップする要素も利用して削っていくってもので、結構その複数のギミックを利用していくクエストでしたね。で、鉄製キャラクターとしては同じコラボのミカサアルミンがもう性能を存分に活かしつつ、でそれに加えてミカエルとグングニルのコンビニで、あとサポートのルナも大活躍しておりまして、まあこの辺のキャラクターをしっかり編成できる場合は、もう普段の1回クリア形式のコラボ上級並みの難易度だったんではないかなと思いますね。まあ、なのでこのシステムのコラボ上級中だったら割と優しめだったんではないかなと思いましたね。まあ、ということで、昨年はすでにもう進撃コラボの終了間近だったんですけども、今回のこの東京グールに関してはまだ期間としては1週間以上残っておりまして、で、あとそもそもミッション追加されることは告知されてるんで、まあ、その発表に加えて、おそらくまたそれに絡めて追加長距離が来るんじゃないかなと思っております。予想の声が多く見られているのはそのアリマとかエトになっているんです。なんかその辺のキャラクター、どうやらそのね、まあ、もちろん後らしいんで、まあ、ここで発表されるキャラクターによってはその第2弾コラボをしっかり見据えてるかどうかっていうのがはっきりするんではないかなと思いますね。で、あとちょっと気になる点で言うと、そのスケジュールの空きというか、まあ、この追加長距離の初降臨って、まあ金曜とか土曜が多いんですけども、今回その空きが見られているのは日曜日でありまして、まだ期間がその1週間以上残ってるとはいえ、ちょっと遅めに感じますね。なのでここで日曜初降臨だとするんだったら、なんか相手に挟まってんじゃないかなって、そのなんかコラボで永遠の消防隊コラボでいうところのそのホムラビとチンコンクエストみたいなか、もしくはその追加長距離に挑戦するための1個のなんか段階といいますか、さすがにそのアンテイクと長距離連動していて報酬全獲得したら挑戦可能になるよってことはないですよね。このゴールデンウィークコラボで期間もまだ残っているので、追加長距離だけでないプラスアルファがあるかもしれません。続きまして、ミカエの大地に新たに拠点45が追加と。このクエストはカウントブーストウォールを利用したカンカンゲーでありまして、まあ2反射3反射求められることもあって、ある程度の PS が求められたんですけども、しかもこれに加えて鉄製キャラクターに関してはダメージ重力ブロック、なんなら反射ですからね、これの3種ギミックのセットが求められておりまして、この初登場時に対応していたのがリコール、プルケ、ロンディヌスの3体だけって、もう激狭でしたね。しかもコネクト条件的にも結構固定パーティーになることも多かったっていう。で、一応この翌週に回が実装された王将くんがこの鉄製キャラクター入ったんですけども、そこから成功法鉄製のガチャキャラクターってのは増えてないんじゃないか。まあ、降臨キャラクターとしてそのオルフェ、ガンダムシードフリーダムコラボが入ってきたんですけども、ただ基本的にもう上位鉄製のメンツってのは変わってないんじゃないかなと思いますね。まあ、でも救いとしてはそのブロック非対応のキャラクターでもある程度起用できるっていう。まあ、わずかではあるんですけども、抜け道が用意されているっていう。まあ、でも未開の大地の中でも結構苦手と思ってる方は多いんじゃないかなと思っております。ということで、今月も未開の大地に新たに拠点57が追加されると思うんですけども、56では霊絶キャラクターのアジテーターが鉄製にあったんですけども、こうなってくるともしかしたらこの霊絶鉄製っていうのが
つ可能性がありまして、ちょうどこのロバーのギミック対応キャラクター怪しかったですからね。偶然だからこれもダメージ力ブロックなんですけども、これが続いていくのかってのが気になる点ではないかなと思います。でそして新イベント、仇忠誠のパラディンと2023年の5月後半イベントとなっておりました。性能簡単に振り返ると、まずはブラダマンテ、特定のクエストを見据えたギミック対応とキラーを持ってまして、まあアイテム成長の SSI 友情マンならラックスキルですね、この辺もそれに合わせたものになっております。でそのクエストがハービセルでありまして、まあ、このアイテム成長とかキラーは噛み合っているんですが、さすがにもう役も最適の座を揺るがずに自転候補に落ち着いてますね。続きましてアストルフォ、3種ギミック対応に弱点キラーで火力を強化しておりまして、まあ、このコンセプトとしてはシールドブレイカーとかこのチェインメテオ SS で敵の数を減らした後にそのボスだけにして、まあ、そのボスに砲撃型かつこの弱点キラー M が乗る壁バウンド弾を当てようっていう、それは伝わってくる性能になってますね。まあ、ただ月収は違えどこの同対応キャラクターにソロモンがいまして、それもあってか明確な手勢を獲得しておらず、まあ、結構そのクロート向けのキャラクターの印象がありますね。でそして最後がローラン、3種ギミック対応にバイタルキラーと無属性耐性で攻守を強化しておりまして、で12ターン回打てるこの SS で種族キラーを発動可能だから、この高いスピードで手数が多いんでこのキラーも相まって優秀な時間殴り可能になっております。で実装段階ではラルカメントの鉄製だったんですけども、この3種ギミック路線での活躍するんではないかと思っていたところ、その直後に登場した控えの冒険戦のサーラサで鉄製を獲得しましたと。1回目の控えの冒険戦の王星もいらしましたね、というイベントが昨年のこのタイミングで発表されたんですけども、今年に関しては東京グールコラボは来週金曜までの開催となっているんで、これは明日発表する必要ってのはないですね。来週でも間に合うんで、おそらくそうなるんではないかなと思われます。まあでも予想動向というよりかも受注発行通常イベントですね。でそして発表された重進化会がルイスキャロル、地雷と転送壁への対応を獲得しておりまして、であと弱点キラーの投球や SS の回転率も上昇しており、弱点に対してより強く出ることができる性能になっていると。であと友情コンボに関してはサブが拡散弾だったんですけども、毒友情を突如獲得しております。でその理由として、まあこれはそのグングニルの回と一緒でもミカエルによって運命変わって、その相方ポジションになりましたね。でなんならもうスペックとしてもかなり優秀でありまして、まあその相方ポジションという立ち位置だけではなく、パラエースやロールなどでも仕事を獲得しておりまして、まあかなり優秀な回だったんではないかなと思います。でそして明日の重進化会予想なんですけども、今回おそらく2体発表の周期ですね。でもうすでに同期が2人とも回になっている那須の与一に加えて、重進化は4年前の今頃に PV 付きでしたんですけども、なんか回はやっぱりそのさらっと来そうというか、まあモーツァルトとかローレアもそうだったんですけども、あここでしちゃうんだって感じで来るんじゃないかなと思っております。でそして最後に通過予想としては、次回の高難度クエストでありまして、今月はその霊術が降臨する周期ですね、まあ、なので明日以降から発表の可能性っていうのがありますね。まあ、これ注目したいのはそのさっき紹介したロバーが未開鉄線になるかどうかですね。そこでハマった場合は今月非霊術が降臨して、で来月の拠点58でそのキャラクターが鉄線になるんで、まあ、ちょうどつながりますし、ありえるんじゃないかなと思ってますね。であともう一個その霊術の共通点として、初回降臨中に鉄製キャラクターに狙えるガチャっていうのが開催されているっていう、フォーサーが超獣神聖のマギアで、ロバーが新春長寿のマサムネで、アジテーターがその通常イベントの禁止編だったっていう。まあなので今回もその降臨するタイミングで鉄製キャラクター予想できるんじゃないかってことで、明日とか来週に発表する場合はまあその時に開催している新イベント、ワンチャン水の遊園新限定キャラクターかなと思ったんですけども、すでに開催してますからね。まあだから禁止編ルートになるか、もしくは月末に降臨する場合は超獣神限定が水属性の可能性高いんで、まあこれはマギアマサムネルートですね。まあ、やっぱりその霊絶はそのクエストのシステム上、よりその鉄製となっているキャラクターが重要になっているんで、その開催中にその挑戦権とまで言えるキャラクターを狙えるようにしておくっていうのはこれからも続けていくんではないかなと思っております。ということで明日のモンストニュースはまあ次回イベントの発表もないと思いますし、まあ、よりそのコラボ追加情報を主軸なものになっているんではないかなと思います。よかったらコメントの神谷さんの予想妄想感想をどんどん書きください。あと全員チャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつらいですんでよろしくお願いします。今後もぜひではご視聴ありがとうございました。セオディン。